ギアネーム卓球大好きレイさん、ラケットは古希ニワウッドフレア、フォアが V20 ダブルエキストラのマックス、バックが V15 エキストラのマックス。ニワ選手が好きなのでこの用具にしました。フォアの V20 は下回転に対してもしっかり上がってくれるのですごくいいラバーです。バックの V15 もニワ選手を真似しましたってことでしたね。いやもう本当にね、ニワパワーって偉大よね。ニワ選手みたいな影響力つけてラインスタンプ打ったらもう不労所得で暮らしていけると思うんで、いいなーってね、シンプルに思った丸風でした。おはようございます、丸風です。視聴者さんの卓球用具を紹介する企画マイギアが始まりました。ぜひ明日の卓球部での話題や用具選びの参考にしてみてください。ギアネーム佐々木鉄平オフラインさん、ラケットはフォルティウス FT、 フォアが9クオリティの中、バックがファスターク G1 の中。以前まではフォアを G1、 バックを9クオリティで使用していました。しかし一度気分転換に逆にして練習してみると、9クオリティの対下回転フォアドライブのしやすさ、 G1 のミート打法とブロックの安定感が意外としっくりきて、今でもそのまま使い続けています。この前の県大会では3回戦負けだったので4回戦を目指して練習頑張ります。あと採用テープのドラえもんがお気に入りですってことでした。 G1 は僕も裏の時に少しだけバックで使ってたんですけども、ミートとブロックがいいのはもちろんのこと、普通にドライブも安定するんでね、本当にフォアバック選ばずにおすすめのラバーだと思いますね。シンプルに僕のバックが上達しなかったんで、あの時の G1 はね、いやお前俺を使う意味ないけどねって思ってたと思います。ギアネームグーグルさん、ラケットはサムソノフフォースプロブラックエディション、フォアが Q1 の特厚、バックがクアンタム X プロソフト 2.0。 自分はブロックをすることが多いのでとにかくコントロール性能が高くて、そこまで高くない値段で買えるラケットを探してこのラケットにたどり着きました。フォアは個人的に圧倒的な安定感を感じた Q1、 ドライブもブロックもめちゃくちゃやりやすくていいです。バックはクアンタム X プロソフト、柔らかい方が好きなのでソフトを選びました。自分と相性が良くてブロックがやりやすいのはもちろん、打球感も打球音も好きで使ってて楽しいですってことでしたね。サムソノフ調べてみたら6600円とね、確かに安い。意外とねこれぐらいの値段でも使ってみるとこれでよくねってぐらいのねラケットありますよね。いやでもね高いの使ってみたくなるじゃんって人はね、1回でいいからおすすめされてる安いラケットを使うべきだと思いますね。スワット無印とかね、普通にこれでいいじゃん、なんで今まで1万円超えのラケット使ってたってなりますね。ギアネーム雄大さん、ラケットはフォルティウス、フォアが強氷プロ3ターボブルー、バックはラクサ Z エキストラハード。僕はパワーが強すぎて柔らかいラバーだとぶっ飛びすぎるので硬いのにして回転でゴリ押す系男子になりました。あとは右腕が森園選手化してしまいそうですってことでした。卓球やってるとね、少なからず利き腕が太くなっちゃいますよね。これはもうしゃーないと思う。僕もガリガリだったのが6年間で左腕だけマッチョになっちゃったよなんてね、自慢できるぐらい太くなりたかったです。ギアネームつぶだか絶対ちぎるマンさん、仲良くしよう。ラケットフォルティウス FT バージョン D、 フォアが小チーム用強氷ネオ3ブルースポンジ41度、バックがオメガ7ツアー I48。 今までビスカリアをメインに使用していましたが、体が衰えたのと自分には明らかに扱いきれてないと感じたのでフォルティウスに変更しました。フォルティウスは飛びの中にも球持ちをしっかり感じられる名作ラケットです。小強を張っていても中陣から引き返せるぐらい飛びます。バックのオメガ7ツアー I は試しに使ってみようくらいの軽い気持ちで張っていましたが、ディグニクス 09C の気持ち悪い弾道のドライブをストレートへ簡単にカウンターできるようなとんでもない引っかかりをしているラバーです。継続使用確定しました。ついでにサブラケットのビスカリアも添えときますってことでした。フォルティウスの D じゃない方ならね使ったことあるんですけど、この D がつくことによって何変わるんだろうね。飛ぶようになる、何にも変わらないでしょどうせ。本当かっていうね。どうせ何も変わらないでグリップだけ黒くしてんだろうっていうね、あんまり信用してない老魂があるんで、まだ使わないですね。ギアネームリントさん、ラケットはサイバーシェイプカーボン、フォアがテナジー05ハード、バックがファスターク G1、 フォアを MXD からテナジー05に変えた結果、球持ちが良すぎてドライブとサーブがしづらくなったので05ハードにしました。バックはもっと安定感が欲しかったので V15 から G1 にしました。ラケットは水谷隼 ZLC と迷いましたが、ショップではサイバーシェイプカーボンの方が安かったのでこのラケットにしました。あと部活内で目立ちたかったってのもありますということでした。 MXD はね、もう確かにめちゃくちゃ球持ちいいんですよね。テナジーもエボリューションもほぼほぼ変わらないぐらい球持ちに関してはトップクラスの2枚だと思います。安定感を求めて V15 から G1 っていうのは完全に同意見ですね。 V15 はもう直線的で個人的に扱いが難しいラバーだと思ってます。ギアネーム冬夏さん、ラケットは張本智和インナーホースレイヤー ALC、 フォアが昇竜、バックがラクザ X。 数年ぶりに卓球を再開しようと思い用具を一新。いつもはお店にラバーを貼ってもらっていたのですが、今回初めて自分でラバーを貼りました。丸風さんのラバー貼り動画でも言及していましたが、
接着剤の適量ってわからないですねってことでした。いやマジそれ10円玉ぐらいだからみたいなコメント来るんですけど、絶対それじゃ足りないから、もう本当にあなた自分で貼ってますかっていうねコメント来るんで、もっと多いに決まってんだろっていうね、アンチコメントには騙されねえぜって言って増やすとどう考えても多くなるっていうね、どこが適量だったの今っていう、あれはもう店で貼るのが正解ってことにしておきましょう。ギアネームヨグ沼を脱した40代男さん、ラケットはコルベル CO、 フォアがテナジー05、バックがイリウス B、 ずっとバック表でプレイし続けて20年以上、フォアは柔らかい打球感に硬いラバーを貼った感じが好きで、バックは逆に球離れの早いのが好みでした。ですがなかなか理想の組み合わせに出会えず、とうとう魔境粒高の世界へ突入。バックのイリウス B はスポンジもシートも硬いせいか、表と似たような感覚で打てる上、ちゃんと粒高らしい性能もあり気に入りましたってことでした。40代男ってことでね、人生をめちゃくちゃ先に生きてる大先輩なんで、あんまりね言いたくないんですけども、粒高か、うち粒高禁止なのよ。ぜひ表ソフトの世界へ戻られることを切に願います。先輩。ギアネームピュート福ジャガーさん、ラケットは SK7 クラシック、フォアが昇竜特厚ブラック、バックがグラス DTEX1 枚、粒サーブを昇竜で出し、ラケットを反転させグラスでレシーブをしています。もう一番キモいタイプの粒だこれ。レシーブの時グラスを1枚ラバーにしているので返球する球が超キモいです。文章から伝わってきています。以前は国境を使っていましたが、部活を引退してからは昇竜を使っていますということでした。文章ね、他にも、いっぱい書いてあったんですけどね、あまりにも粒のプレイを書かれたので、はい、気分が悪くなったので省きました。はい、カットです。あなた、もう粒いいって、何が楽しいんだよ粒で試合して、考え直してくれよマジで。サーブ出してね、俺がレシーブしたら粒で押してくるやつだろこれ、プッシュ。いやまあマジで考え直せって、本当に今からでも遅くないよ正直。本当に本当に裏に戻せって、人生ってねいつからでもやり直せるよ。ギアネームつぶだかにもいい人がいることを君に伝えたいディスさん、ラケットはバイオリンストレート、フォアがベンタスエキストラ 1.8、 バックがファントム0012無限、ラケットはダブルスで台から離れたところからでも入れれるように反発が高いものにしました。バックは OX なのでしっかり台に入ります。あと音が本当に気持ちいいです。多分丸風さんはこれを見て気持ち悪いなと思っていることでしょうということでした。いや思ってるよ。3連続粒だしね、そりゃ思うよ。なんかねもうね粒多いんだよね応募が。どういうことなのそれ、苦しめようとしてるってこと、ついに俺にアンチが生まれたってこと、更新頻度低いの粒高の人たちのせいにしていいこれ。本当にさ、もう酔ってたかってさ、もうでも俺には仲間がいるって信じてるから。マイギアは説明欄の応募フォームからいつでも募集中です。次はあなたの用具が乗るかもしれません。それではバイチャイチャイチャイ。